筋肉痛への理解を深めることが筋肉を肥大させる唯一の道だ。皆さんこんにちは、論文で解決チャンネルのお時間です。本日は筋肉痛があった状態で筋トレをしても筋肥大は起こるのかということで、筋力トレーニングの妨げになる筋肉痛の疑問を論文を使って解決していきたいと思います。これは以前放送した意味がない筋トレパート2という放送でいただいた質問です。実際の質問内容をご紹介させていただきますと、筋トレ初心者です。放送を見て筋肉痛が筋肥大とは関係ないことが分かりました。だけど筋肉痛が必ずトレーニング後に起こってしまいます。ひどい時には1週間経っても残ってしまうことがあるんですが、こんな時にはいつも筋トレを休んでしまっています。もし筋肉痛が起こってしまった時にはトレーニングは休んだ方がいいのでしょうか、もしくはそれ以外の対応方法があるのでしょうか、質問に答えていただけると幸いです。ということで今回はこの質問へのアンサー動画です。意味がない筋トレ方法パート2を見ていただいていない方は概要欄に URL を貼っておきますので、そちらも合わせて見ていただきたいですが、質問でもおっしゃっている通り、筋トレ初心者であればあるほど筋肉痛というのは発生しやすいので、筋肉痛が起きてしまっている時期のトレーニングのやり方をお伝えしていきたいと思います。それでは行きましょう。まずは筋肉痛とは何なのかなんですけれども、別名遅発性筋肉痛と呼ばれ、理学療法士の間ではドムスと言われたりします。定義としてはトレーニング後24時間から72時間までの間に出現する痛みであり、過度な機械的刺激によって筋肉が損傷し、筋タンパク質の分解の促進を促し、筋のこわばり、乳酸の蓄積、結合組織の損傷、炎症が起こる状態を筋肉痛と言います。いわば筋肉やその周囲の組織が損傷し炎症が起こることを筋肉痛と言うんです。ただしここまで言われているのは理論であって、実際に確認されているものとしては筋肉実際への損傷ではなく結合組織の損傷が中心であることが最近の研究で明らかになっています。不慣れな動きをして筋膜や腱、血管の外膜などの筋以外の損傷が筋肉痛によって起こる痛みの原因というわけです。つまり筋肉痛が起きた状態で筋トレをしたとしても筋肉の肥大には何の影響ももたらさないということになります。実際に2006年に発表された研究では、51人の筋トレ初心者を対象にして、すべての被験者に高負荷のダンベル運動を行ってもらい、筋肉痛が起きた後に被験者の半分は筋肉痛が治るまで休憩し、もう半分の被験者は筋肉痛が全く治っていない状況で次の運動をやってもらい、筋肥大や痛みにどのような変化をもたらすのかの調査が行われました。古い研究ですが、筋肉痛と痛み、筋肥大の関係性については論文数が極端に少ないので、とても貴重な研究だと言います。でも早速結果なんですが、実際の論文の図を出すとこんな感じになっています。筋肉痛が全く治っていない状況で筋トレをしたとしても、しっかりと筋肉の発達が見られた上に、別に痛みが増強することもなかったという結果でした。研究者曰く、そもそも筋肉痛とは、不慣れな運動によって起こる結合組織のダメージが中心であることから、筋肉の発達とはほぼほぼ無関係であると述べています。つまり筋肉痛が起きていたとしても筋肥大は起きますし、筋肉痛が起きていたとしても筋肥大がより起きることもないということです。痛みに関しては不明な部分が多いですが、経験上高齢者でなければ筋肉痛のまま筋トレを行ったとしても関節を痛めたりすることは滅多にありませんので、そこまで心配する必要はないかと思います。なので冒頭でも言いましたが、筋肉痛が起きている状態であっても1週間トレーニングをやらない期間を作るくらいであれば筋トレを続けてもらうことをお勧めします。ただし2016年のサンパウロ大学の研究によれば、筋肉痛が激しければ激しいほど筋発揮率は低下しやすくなり、最大で 20% ほど筋力は低下することが明らかになっています。筋力が低下するということはその分負荷量も減ってしまいますので、筋肥大に最も重要な筋ボリュームを下げることにつながり、筋肥大を停滞させてしまうということになります。筋肉痛自体は結合組織の損傷なので、筋肉自体には大きな悪影響をもたらしませんが、その一方で筋力トレーニングには結合組織の動きも必要なので、筋力の低下につながり、結果的に筋肥大を遅らせることになります。つまり筋トレ初心者の方や、新しい競技をトレーニングに組み込みたいっていう方は、筋肉痛を無理やり作らないことも重要ですが、筋肉痛が起きた後のケアというのもめちゃくちゃ重要になってくるんです。なのでここからは起きてしまった筋肉痛をできるだけ早く治す方法を2018年のポワティエ大学の論文をもとに徹底解説していきます。2018年にポワティエ大学から筋肉痛を改善する最も有効な方法は何なのかのメタ分析が発表されまして、
2017年までに行われた筋肉痛に関する研究99の論文を分析して結論が導き出されました。この論文で解決チャンネルでは頻繁に登場するメタ分析ですが、研究デザインの中では最も信頼性が高い論文になります。分析の方法としては、マッサージ、関連療法、ストレッチ、軽い運動、着圧ウェア、冷水浴、抗体浴、電気刺激の8つの方法で、どれが最も筋肉痛を改善するのかの分析が行われました。どれも単純な観察研究だと筋肉痛には効果があるよという方法ばかりですが、時間の経過によってどの方法が最も筋肉痛に効果があるのかを効果量で見てくれたというとても貴重かつ実践に落とし込みやすい研究になります。でも早速結果なんですが、実際の論文の図を出すとこんな感じになっています。トレーニング後6時間以内であれば最も効果が見られたのが軽い運動になります。まあ、要はクールダウンみたいな感じです。筋トレをやった後にウォーキングをするとその後の筋肉痛は悪化しにくいというわけです。そして次に効果が見られたのがマッサージです。逆に最も効果がなかったのがストレッチという結果でした。次の筋トレ24時間の時点では最も効果的な方法はマッサージ、次が着圧ウェア、そして最下位がやはりストレッチという結果でした。筋トレ48時間の時点でも最も効果があるのはマッサージ、あとはどっこいどっこいの効果で最下位が関連療法とストレッチという結果でした。そして最後、トレーニング後72時間の時点で筋肉痛に最も効果があったのが着圧ウェア、次がマッサージという結果でした。まあ、ちょっとバラバラに結果を発表しましたので分かりにくかった部分も多いかと思いますが、ランキング形式で言えば第3位は着圧ウェア、第2位が軽い運動、そして第1位がマッサージというのが結論です。着圧ウェアに関しましては、特に長期間筋肉痛が伸びてしまっている状態の筋トレの時には痛みを忘れさせてくれる効果があります。ガンガン筋トレをしすぎてかなり重度の筋肉痛が起きてしまい、そろそろ筋トレをやりたいけどまだ痛みが残っているという場面では着圧ウェアが最も効果的な方法になります。第2位の軽い運動は筋トレ後少し時間を置いてやってもらうと抜群の効果を発揮します。この研究では筋肉痛が起きてしまった後の治療方法について検討していますが、2019年の台湾から発表された論文からは反復バウト効果といって、がっつり筋トレをする2日くらい前に最大パワー 10% くらいの負荷量で軽い運動を繰り返して行うことによって、がっつり筋トレをした後の筋肉痛の程度や頻度というのが平均 40-80% 減少し、筋肉のダメージも 3.7 倍くらい低下したというデータも出ていますので、久々に筋トレをする方は筋トレをする前の軽い運動も反復バウト効果を狙って行うことをお勧めします。そして第1位はマッサージです。筋肉痛が起きた後のどの期間においても効果がありますので、筋肉痛を確実になくしていきたいという方はマッサージをしてもらうことをお勧めします。よくフォームローラーや自分で行うマッサージ機器がありますが、効果というのはまばらですし、私の経験上でも正直あまり効果を実感できませんでしたので、マッサージを実践したいのであれば誰かにやってもらうことをお勧めします。2017年の上海スポーツ大学のメタ分析においても、マッサージは筋肉痛や全身の疲労感を改善するのに有効な手段であるという結論が出ていますので、筋肉痛だけじゃなく疲労感が残った際もぜひマッサージを実践してみてください。他の関連療法や冷水浴、抗体浴に関しましては炎症を抑えるというデータはありますが、筋肉痛を改善する効果としては乏しいです。また電気刺激に関しましても若干筋肉痛を改善する効果というのはありますが、ベスト3の方法と比較すると圧倒的に効果量というのは乏しいので、やはり筋肉痛の改善には先ほど紹介した3つの方法がいいかと思います。ストレッチに関しましては以前放送した全く意味がない筋トレ方法パート2でもお伝えをしましたが、筋トレ前のストレッチはもちろんですが、筋トレ後のストレッチというのも筋肉痛を改善する目的であればほぼほぼ意味がありませんので、やる必要はありません。以上が筋肉痛が起きてしまった後のケア方法でした。私自身は今回のマッサージに追加して筋トレ後には必ずカフェインの摂取を行っています。2017年のアーカンソー大学の研究では、体重あたり 3mg のカフェインの摂取によって筋肉痛が 10% 軽減するというデータが出ていまして、体重あたり 3mg のカフェインであればコーヒー2杯分ぐらいで摂取することができますので、お手軽にコーヒーで筋肉痛疲労感を軽減しています。以前放送した筋トレの効果を上げるサプリメントでもご紹介をしましたが、カフェインは常用することによって筋発揮率を上げる効果はなくなっていきますが、疲労感や痛みの軽減に関してはコーヒーを頻繁に飲んでいたとしても効果を発揮することが明らかになっていますので、ぜひ日々のコーヒーを筋トレのお供にしていただけたらと思います。筋トレの最大の敵は継続できないことですので、
まずは筋トレを継続できるように自分の体のケアをしていってください。論文で解決チャンネル。それでは最後に本日のまとめです。本日はコメントにあった筋肉痛が起きた後のトレーニングはしていいのかという質問にお答えしました。筋肉痛というのは主に結合組織の損傷であるため、筋肉自体にはあまり影響はありません。なので筋肉痛の状態でも筋トレをすることは筋肥大を進めることにつながります。ただし筋肉痛によって筋力は最大で 20% 低下してしまい、筋ボリュームが低下してしまいますので、筋肉痛を起こさないことも重要ですが、筋肉痛後のケアも必要です。筋肉痛を改善する科学的な方法として、チャーカーツウェアの使用、運動前後の軽い運動、筋トレ後のマッサージがあります。特にマッサージは筋肉痛が起きてしまったどの期間においても効果を発揮しますので、誰かにマッサージをしてもらうことが最もおすすめの方法になります。私自身は筋トレ後2杯のコーヒーでカフェインの効果を体に付与し、初めてやる筋トレをする場合は行った後のマッサージを必ずするようにしています。まずは筋肉痛を起こさないようなトレーニングをすること、そして起きてしまった後はケアをしっかりして、それでも治らないようであれば筋肉痛は無視して筋トレに励むことをお勧めします。筋肉痛を起こさないトレーニング方法に関しましては、概要欄に URL が貼ってある意味がない筋トレパート2をご覧ください。筋トレで最も重要なことは継続です。それを邪魔する筋肉痛は早急に排除していきましょう。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。